それでは皆様、何回目か分かりませんけどライブ配信をスタートしたいと思います。今日も最後までよろしくお願いします。私の瞳が濡れているのは涙なんかじゃないわ。泣いたりしない、この日がいつか来ることなんか。二人が出会った時に知っていたはず、私のことなどもう気にしないで、あなたはあなたの道を歩いてほしい。あなたと暮らしたわずかな時間、どうに過ぎれば楽しかったわ。これ以上私がそばにいたなら、あなたがダメになってしまうのね。いつの間にか降り出した外は銀の雨が降る。うつむきかけたあなたの前を静かに時は始めたら、なんか何ね、何名かのお客様が来られたみたいで、まあありがたいありがたい、すいませんほんま。ああこの前お会いした、マジか。あのお茶どうぞね。ああもらいました。まああのみんなに渡してるんです。別にあのそのお茶を受け取ったから言うて CD 買わされるっていうわけじゃないんで、あの全然ね、あの大丈夫です。もうありがとうございます、はい、もんね。
あのあれですわ、リクエストしてくれた方がしてはんねん、びっくりしたね。あのこの間スタレビのライブ配信があった、知ってます？知らないね。俺は知っとったい。あ、すいません、僕も水飲ましてもらいます。あのスタレビって今39周年か40周年でしょ。40周年。ほんで、要さんがこの前誕生日やったよね。そこまで知らないです。それ大したファンじゃないよね。まあ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 、今のさんの方が、まあ、ありがとうございます。もうね、やっぱ空気読めてるわ。なで、そのたまたまね、あのあるカフェ行ってたら、その方が横にグループで座ってて、で僕はそのお世話になってる方と食事してて、それでまあいろんな話をしてたんですよ。それでまあ最後ね、あの別れ際に、あどうもっていうんで、あのお話しさせてもらったら、松山千春さんの曲以外とか歌うんですかって言うから、いやたまに歌いますって言ったら、じゃああの普通 そこで話終わるんですけど、普通はね、あそうなんですね、じゃあ今度またあの機会あったらね、またリクエストしようかなとかって言って、その場でリクエスト取れましてね。うん、であのリクエストな、あの普通1曲ぐらいと思うじゃないですか。これ3曲リクエストするんですよ。びっくりしました、ほんまね。これとこれとあれとか言ってね、ほんなら今回は1曲だけに してっていうことでね。あのちなみに先ほどあのメドレーでしたから、あの松山千春さんの旅立ち、ハゲ立ちじゃないですよ、旅立ち、ね、銀の雨、季節の中で、旅の空から、この4曲をちょっとずつメドレーにして歌いましたけど、あの、あら、1番、2番、3番、4番、全部違うわねみたいな感じで思われた方もいらっしゃると思いますけど、あれ4曲歌、知ってます？なんか知ってる曲ありました？知ってる？うなずいてください。季節の中で知ってますよね。それは知らん。じゃあ次の曲いきます。会いたくて「この胸のささやきがあなたを探している」「あなたを呼んでいる」「いつまでも」やがて時は
幾度目かの春の日、あなたは眠るように、空へと旅立った。いつまでもいつまでもそばにいると言ってた。あなたは嘘つきだね、私を置き去りに。もうくれ開くの見るたびに、溢れ出す涙は夢の後先に、あなたが来たがってたこの丘に一人きり、さよならと言いかけて、何度も振り返る。会いたくて会いたくて、この胸のささやきがあなたを探している。あなたを呼んでいる。いつまでもいつまでもそばにいる。血管切れそうになるもん。かなめさん気高いわな、ほんま高いな、ほんまね。でもあの方はやっぱりファンサービス最高ですね。僕もね、実はね、何て言うんですか、チケットをね、手に入れることができて、でね、多度津にある桜と多度津っていう会館があるんですよ。そんな大きな会館じゃないんですよ。そこにね、来られたんですよ。もう還暦少年とかってタイトルがあったね。これでそれに行ったら、なんと休憩時間ないんですよ。普通そうですね、1時間弱一部があって、例えば松山千春さんの場合ね、だいたい1時間弱あって、インターバルって休憩が15分ぐらいあって、それでまた2部が始まって、でまた同じぐらいの時間やって、で、アンコールがあって、そのアンコールが本編みたいなアンコールだよね。2回ぐらいアンコールがあって、それで終わるんですよ。全部で3時間ぐらいになるんですけど、スタルビさんは休憩なしなんです。ほんでトイレ行きたい人はトイレ行ってくれ、俺らは勝手に喋ってるからというような感じで、
まあびっくりしました。もうものの見事に3時間半ずっと立ちっぱなしで、あの皆さんメンバーのね方がすごかったですほんま。ではまたあの歌が皆さんお上手ですね。バックの方のねあのハモリもう僕からしたら感じ悪い、うん、あのやっぱりねプロですよね、うん、ね、それで、先ほどの木蓮の涙ねリクエストいただきまして、ありがとうございます、ね、で次もですね、リクエストでこれがまたチャールさんのあのまま古い曲なんですけどね、でも多分今日来られた方は誰一人知らないと思います星を数えてっていう曲なんですけど、知らないね、聞いてもわからんと思います聞いてもわからんもうあこれはひょっとしたら新曲なんかなっていうぐらいの、 あの、はい、じゃあこのリクエストいただいた方のためにちょっと歌います。星を数えて。星を数えて夜を歩けば言いかけた言葉が気にかかる。愛してるとは言い出せなくて肩に置くその手が震え出す。このまま二人の愛がいつまでも続くといいな。君の明日を僕が祈ろう。結ばれるなら何よりも明るい家づくり。空に瞬く星を集めて二人の幸せ照らそうか。このまま二人の愛がいつまでも続くといいな。君の明日を僕が祈ろう。僕の明日を君が祈る。君が祈る。星を数えてね、これ多分あれですね、あの出会ってねもう超ラブラブの時はこんな感じなんでしょうね。それがだんだん冷めていくんでしょうね。ね、ほら冷めてくるんでしょうね。うん、ねあれから40年とか言ってね、
今日はあのお客様、まあまあおとなしめの方が多いみたいですね。ね、もう先生、初恋はいつですか？10歳。ああ、10歳。小学4年ぐらい。うん、ビキタさんみたいな大会とか。ああ、まあまあ、あの体がしっかりした。え？サイズが珍しい。あ、そうなの、ね、そうですか。え、あの初恋は、え初恋は片思いで小学校幼稚園です。うわ、幼稚園。まあ、おませさん。ね、今日はね、1,2,3,4,5,6,7,8,9あの10人ぐらい来られてますね。まあ、ありがたいですね。もうね、もう先生の知り合いばっかりで。先生の知り合いばっかり。1人1万円ですもん。え？1人1万円ですもん。商売しますね。言うてないけど。そうですか。ほな、まあ、あのここで、ね、知ってるような曲もね、やらないかんと思うんで、あのよかったらあのスマホ持ってあるでしょ、ね、スマホ持ってるから、岬巡りって岬巡り歌詞で検索したら歌詞が出てきますから、あのよかったらあの一緒に歌ってもらったらね、いいんですけど、どうですか、眩しくないですか、あのここ照明がちゃんと当たって、もうね、先生がちゃんと準備してくれて、今日は朝の6時からなんか作業されたみたいでね、うん、でもうあいつが来るんだったら言うてライトつけてくれはったんです、朝の6時から早起きしてもらって、いや、よし言ったんだ、ほんまやね、うん、一生懸命掃除して、一生懸命も綺麗、いや、いつも綺麗なんですよ、いつも綺麗なんですよ、いつも綺麗なんですけど、いつも異常に綺麗で、ね、あの検索できました、山本太郎、はい、それではどんなやったっけ、あ、間違った、ね、チャラます、なんか全然聞こえへんねんけど、大丈夫ですか、はい、ほんならまあ、あの無視して歌います。あなたがいつか話してくれた岬を僕は訪ねてきた、約束したが今ではそれも叶わないこと、岬巡りのバスは走る窓
そう岬を回る一人で僕は砕け散るようなあの激しさで歌詞な、砕ける波のあの激しさ、誰がハゲやかましいわ。もうこのハゲが先に目に入っただから砕ける波のって言われんかったね。あのこれ昔松山千春さんがハローミッドナイトっていうテレビ番組に出とった知ってる山本幸太郎さんと一緒に、うん、それで僕はそれ知らんかって、それで、あれ、これを歌ってたのを YouTube で見て、あ、こんなこともあったんやと思って、それで今日ちょっと歌ってみました。で、今日はなんと、まあ、知らない人は当然知らないんやけど実は僕、一緒にねライブをやってたサイモンさんっていう人がいてて、でサイモンさんも何年前かな、もう3年ぐらいになるのかな、大きな病気されましてね。でその時にここで復帰記念のライブやったんですね。でそこにもねたくさんの方が来られて復帰ライブをしてもらったんですよ。でその年の暮れに、あの年の暮れよね先生ね、倒れられてね。で今ちょっとギターが弾けないような状況なんですけどね。で、まあ、僕も、まあ、人前で歌う、こっちで人前で歌うきっかけを作ってくれた一人なんです、サイモンさんって。でそのサイモンさん一緒に新月満月っていうユニットまで作って、僕が新月なんですけどね、じゃあ僕は満月で、まあ毛がないんでね、僕は満月でサイモンさんが新月、なんで新月なんかよく分かりませんけど、まあ中途半端に毛があるんですよ。で、まあ、新月満月でユニットを組んでライブやってたりしたんですけどね。でやっぱり僕がもしそんな状況になったらって
考えると、まあ、これなった人でないからわからないと思うけども、生きる希望がなくなるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな日々をね、サイモンさんずっと過ごしてるわけですから、ちょうど僕が CD デビューする時に、まあ、俺のすべてっていう曲を夏目さんに作ってもらったんですけど、その時に去年のちょうど1月にお邪魔して、でその俺のすべてのレコーディングのスケジュールを、まあ、打ち合わせしてた時に僕歌詞を書いて持って行ってたんです、夏目さんのとこに。で夏目さんに、実は夏目さんもね、僕のブログ見てたんでサイモンさんの存在は知ってて、でサイモンさんがちょっと大きな病気で倒れたんやっていう話をしてね、でこの歌詞に曲をつけてもらえませんかって言ってお願いしたら、まあその励みになるような歌だろって言うから、そうです、励みになるような歌です、じゃあこの歌詞は重すぎるからって作ってくれた曲があるんですよ。僕がわけサイモンさんのに元気になってもらいたいから歌詞を書いたんだけど、それは却下されて、これは励みにはならんって、プレッシャーになるって言ってそれで夏目さんが、歌詞も曲もつけてくれた曲を今日はご紹介したいと思います。はい、曲名が決まってなかったんですよ。曲名がね、決まってなかったんで、曲名は僕が勝手につけました。言うても歌詞の中に何回も出てくるんで、そのまんまなんですけどね。でその曲をサイモンさんに元気になってもらいたいから、今日はあかん、泣きそうになってきたここのなやなんやでサイモンさんの復帰ライブをしたっていうのもあるから、この曲をちょっとちゃんと、歌詞カードとコードをちゃんとつけて、夏目さんの指示通りに歌いたいっていうふうに思います。からの自分にこんにちは、夢抱いたあの頃に戻り、まず一歩踏み出してみよう、誰でもくじけそうになる「そんな時顔を上げて周りを見渡してみよう」「
どうでもいい、どうでもいいんだよ。今日この時、この瞬間を思う存分泳げばいいさ。そうだね、バカ話だもん、魚に今日は飲もうか。賞味ね、1時間かかってないんですよ。うん、すごいなと思って。ここはもう消して、ここをやってね、ほんでコードもパパーっと。すごいな、やっぱあのぐらいやっぱりね、うん、なりたいけどなれない、けどなれない、ね、いやほんまね、ありがたいですね。なんで、ね、今日は高等会の方も来られて、俺高等会で先生一回歌ったことあるもんね。1周年かな、1周年の時、もう高等会って何年発足して。11年半。ああそんなもんやな、11年。ファンがほらサイン求めてきたよ。そうやったっけ、紙持って。あったな、先生俺なんでこんな人見たい。そうやね、歌った、確かそんなことがあった、懐かしい。そしたら、昨年の8月の31日に CD デビューしました、俺のすべてを。これやっぱりね、ちゃんと歌わなあかんなと。で、これが終わったらアンコールなんですよ。でアンコールはあのリクエストいただいてますんで、それを最後に歌いたいと思いますんでね、じゃあ俺のすべてをお届けしたいと思います。Thank you.
貸し借り屋だった友達からもバカにされつまらぬ日々を過ごしてたあの日あなたの歌に出会い体が震え涙ふれて抑えきれない心の叫び一筋の光を目指しこの世界が俺の全てこの世界が俺の人生この世界は誰にも渡したくない昇る朝日に誓う それからあなたに憧れてギターを弾いては歌う下手くそな自分に唇噛んで何度も何度も歌う大人になって仕事も始め心折れる時もあったが俺の全てこの世界が俺の人生この世界は誰にも渡したくない沈む世界が俺の全てこの世界が俺の人生この世界は誰にも渡したくない明日の空に誓うあなたに誓う。どうもありがとうございました。ちょっと久しぶりに歌ったからなんか恥ずかしいなんかねだってこれほんまの
ね、自分の気持ちをこうね、夏目さんに書いてもらったんだね。じゃあ、PR タイムもあるんで最後の曲に、まあ、アンコールということで、これもリクエストいただきまして、長い夜をリクエストいただきまして、ありがとうございます。もうね、ありがとうございます。もうあの飛び跳ねても何でもいいですけどここはあの頑丈にできてますからね、もうあの全然大丈夫ですから、もう飛び跳ねようが、飛び押ししようが、ね、足拍しようが全然大丈夫ですから、ね、今日もあの、ね、何も告知してないのにこんなに来てくれるなんて本当に、非常にありがたいと思います。また後で PR させてもらいますけども、7月11日録画でも、したいと思いますんで、それでは皆さん今日はありがとうございました。手拍子バラバラなんやもうなんか今手元がめっちゃ狂ったやん。まああの絵はもう慣れてるから。いやなんか久しぶりにこの感触を味わったなんかコロナで、ね、全然なお客さんと触れ合ってないからね、もうまた変やもんな。そうそうThank you.
もうしばらくお待ちください。あ、お待ちくださいじゃないわな、お時間を頂戴 したいと思います、ね。カップリングの曲、これはまあ俺の全てっていうのは、僕が小さい時から、そうやな、その大人になって、自分が自分らしく生きるためには何をすればいいのかっていうのが分かったきっかけとなった、そういうなんちゅうかな行動というか、それで俺のすべてという曲ができまして、で、これからっていうカップリングの曲は高松春がこれからどんな人生を歩んでいくのか、きっと楽しい人生を歩んでいくのだろうという、そういう前提で、ペーニャ大作さんが作って、くれました。あのほぼほぼ作ってくれました。僕もあの一応あの歌詞を出したんですけど、ほぼ却下されました。それではアンコールにお答えしてこれからを歌わさせていただきます。あ、手拍子お願いしますね。そうそう、そういうテンポです、そういうテンポですね。今さっきちょっと早かったけど、今回はちょっとゆっくりめで、ね、あの多分合わせれると思いますからね、お願いしますね。で、大体あの途中から一人抜け二人抜けいうのはやめてください、ね、最後までスローになったら最後までちゃんと、線でやったら最初からしない、ね、お願いしますよ。独り言が多くなってきた。俺も歳を取ったのかな。何を求めて生きてきた。たまに振り返ることもある。Yeah.
正しいとか間違いだとか本当は誰も知らない。Love